3歳の男の子を虐待し死亡させた事件の裁判員裁判で福岡地裁小倉支部は男の子の両親に懲役12年を言い渡しました判決前、父親は FNN の取材に応じペットへの愛の方が上だったかもしれないと話していました福岡県中間市で去年、20代の夫婦が3歳の息子に虐待を加え死亡させた事件裁判所は今日 両親にそれぞれ懲役12年の判決を言い渡しました去年8月に死亡したス松マスマナトちゃんです母親の歩み被告とマナトちゃんの義理の父親リョ被告は当時3歳だったマナトちゃんを繰り返し暴行し傷害致死などの罪で起訴されました 判決を目前に控えた今週火曜日には、凌賀被告が拘置所で、FNN の記者の接見に応じ、胸の内を明かしました。なぜ死ぬまで虐待しなければならなかったわからない。仕事していて、暑くて、ずっとイライラしていた。検察側によりますと、去年4月、歩み被告は、 マナトちゃんを連れて凌賀被告と同居を始めその後結婚それ以降マナトちゃんへの暴行が始まったとされています裁判で起訴内容を認めている凌賀被告一方の歩見被告は私自身手は加えておらず凶暴の事実はありませんと一部否認していますマナトちゃんの体には 245箇所もの傷跡がありました。検察側はそのうち174箇所がタバコの火かスタンガンによるものである可能性が高いと指摘。この傷跡について両が被告は接見した記者に歩美被告がやったと話しました。僕は太いタバコを吸っている。あれは女ものです。 歩みがやったと思うまたマナトちゃんは歩み被告からペットのフェレットももちゃんのトイレ用の砂を食べさせられていました家庭内での序列はマナトちゃんよりももちゃんの方が上だったももちゃんへの愛が上だったかもしれません検察側は2人は互いに暴行を容認し助長していった と指摘しそれぞれに懲役13年を休憩対する涼が被告の弁護側は懲役7年が相当と主張歩美被告の弁護側は執行猶予付きの判決を求めていましたそして今日判決公判を迎えました2人に言い渡されたのはそれぞれ懲役12年の判決 判決の中で裁判長は2人は互いに暴力を誘発、助長促進していたと指摘思いのままにいかないことで行った身勝手で理不尽な犯行尊い命を奪い去ったむごいの一言に尽きると断罪しました。